その前の2月の亮太選手とやった試合で、まあ、きっちり決めきれなかったんで、もう次は絶対勝つって決めてやってたんで、はい、結果出てよかったです。判定とかいつも特にやっぱ気にしてないんで、きっちり KO か1本で決めた方が見てる人も分かりやすいかなっつって、首開いてたんでいけるぞと思って、そうですね、なんかジムでインストラクターみたいな感じでやることになって、で前よりも練習時間とかも朝やって、で夕方夜もって練習できてるんで、練習環境はもう本当バッチリな感じでできてるんで強くなると思います。完璧ですねみんなが誘ってくれるんですよ、やっぱり減量頑張ったの知ってたんで、焼肉行こうだとか甘いもん食いに行こうとかって言ってくれるんで、なんか食欲とかはそんなでもなかったんですけど、まあ行ってたら、はい、連れてってくれるなら食べちゃおうと思って食ってたら1週間後とかで9キロ増えてましたねそうですね、もう毎日練習してやっぱもう疲れちゃうんで、ご飯食べてなるべく早く寝てますまあ同じ日にあの哲さんも次期挑戦者決定戦ということで試合あるんで、2人で一緒に追い込み練習というかいっぱい練習できてるんで、お互いに高め合っていい感じに練習できてます。本当だったら自分が第2代チャンピオン決定戦で試合やりたかったんですけど、それできなかったんで、まあそれはしょうがないとして、ちゃんとどん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 試合勝ってって、でも、もう次とかにでもタイトルマッチやらせてもらえれば嬉しいですね。そうですね、やっぱ巻きたいですね、田沼さんが巻いてたベルト。はい、ただ単にもう負けたくないです。せっかくみんな見に来てくれてるんで、まあ、かっこ悪いとこ見せられないっていうか、勝って恩返ししたいなっていうのあるんで、もう誰が相手でもきっちり勝ちます。まあいつも通りアグレッシブに攻めて、相手に何もさせずに勝ちたいです。まあ絶対面白くはなると思うんで、はい、見に来てください。楽しかった夏休みももう終わり。みんな宿題は終わったかな？宿題が終わった子もそうでない子も、夏の最後はゼストで締めくくろう。8月31日日曜日、リファ有明ゼスト42、チケット絶賛発売中。